首相官邸前だったりとか、その前去年は経産省のデモとか山本太郎君たちとか、まあ、みんなと行かせていただいて、どんどん声を上げていってるんですけども、福島県出身で私幼なじみとか友達たちとか今おばあちゃんも自分の福島にいますということで、反原発脱原発即廃炉、これを基本に、テーマでやっています。息子も12歳なので母親としてもやっぱり許せません。メディアの嘘の体質だったりとか今までの体制だったり、あと、東電そして、政府、隠蔽メディアと、ここに対して声を上げていこうと思ってます。で、今日は、オペレーション子どもたちのチームで、集まりました。演奏を、見てください。
しいの横川と申しますね。今日は、参加させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。一言だけ、ちょっとお伝えしたいというか、マスコミ等でいろいろ言われてますが、この後来る眞子さんが一番よく知ってると思いますが、いろんな噂が流れてます。3年後に病気が出るとか5年後に病気が出るとか、そういうことを言ってる人たちもいます。絶対にテレビ、雑誌、ニュースでは流れないと思いますが、もうすでに、癌の疑いが 50% 以上の確率になっている子どもたちがいます。その子たちは、その子もその親も含めて、大変苦しんでます。ネットに流れるとデマ扱いされます。安全側の人たちが、そんなことはよくあることだと言います。でも僕が知ってる限り、関東の子からはまだ一人か二人しか出てません。でも福島の子供たちからは、少なくとも僕が知ってる300人の中から20人以上の子供たちにその疑いが出てます。これが放射能の影響かどうかは知りません。そんな科学的証明はそれこそ5年後10年後でいいと思います。ただその子たちは追加の検査すら受けてくれる医者がいません。僕らはそのために、医者を探してます。本当に検査をしてもいいよっていう お医者さんは全国を回っても10人、いるかいないかです。その医者を探すために僕は来週西へ旅に出ます。ネットでいくら拡散してもこのことは、手間扱いされるだけなんで、一人一人顔を見合わせて僕は話していこうと思います。証拠を持ってます。でも証明はできないです。今戦おうとしている お母さん、お父さん、そして子供たちがいます。そのことだけはどっかでこう胸に留めて、ここにいる方だけでも帰ってもらえたら嬉しいと思います。じゃあよろしくお願いします。何
こと人と僕らは知ってる残ってから増えてしまうことがあるとThank you.
much, very thank you.皆さんどうもありがとうございました。はい、もう一回拍手をお願いします。すごいかっこいいセッションでしたね。ありがとうございました。ここで一つ告知を入れたいんですけども、あれ番長さん帰りました？あ、来た。はい、じゃあ1分で。今日お疲れ様でした。で来週の同じ日曜なんですけど、5月27日、渋谷原宿でいつもやってます、月1ぐらいでやってます、ツイッターでもっていうのを、またやりますので、宮下公園北側に14時集合、15時出発でよろしくお願いいたします。多分いいデモになると思いますので、今日もすごい良かったですね。お疲れ様でした。ありがとうございます。また来週も渋谷ででもありますので、皆さんご参加よろしくお願いします。それからですね、ちょっとくどいようなんですけども、ちょっとカンパの方をよろしくお願いします。運営費が結構かかってますので、次回7月7日またのニュースマンハーツやるんですけども、毎回なんとか赤字を出さない皆さん のご協力のギリギリでなんとかなってるんですけども、こうやって会場でカンパをいただいてます。よろしくお願いします。はい、それでは次おしどりまこさん、おしどりけんさん登場いただきます。よろしくお願いします。お邪魔しました。あ、こんにちは。すみません、すごいまこさん円形よ。あ、すごい。皆さんもようこそ、こんにちは。そうそう、私たちうっかり、はい、ちょっと今日八王子の医師会の方で学研修に行こうというイベントに出てたんですけども、そうです、何かね、そうそう、それちょっと遅れちゃったんですけど、はい、間違えてジャマイカフェスティバルの方に行きました。行きました。そこのステージ人かき分けていて、はい、おはようございます、吉本興業のおしどりですって言ったんですけど、うん、すごい出番探していただいて、うん、ないです、ないです。名前が違うもんね。僕もうビール飲んで帰ろうかと思って、ね、本当今日皆さん、はい、本当お疲れ様です。はい、なんで呼ばれたんでしたっけ。そうだ、そう、まこちゃんいろいろねお話しするのよね。そうなんですよ、お話しすると言いますか、はい、まあ私たち普段吉本興業で漫才してるんですけれども、そうなんです、今日もお仕事の楽屋で、はい、先輩の芸人たちに何なんでしょう、福島原発からどれだけこう世界に拡散していたかの、そうそう、気になるからね、今どうなってるのってね、動画を見てて怖がらせてきたんですけど、はい、怖がらせ、いや事実を伝えてきたやばいってみんな言ってたね。ダメじゃん、こんな笑かしてちゃって、意外とだからこう知らないのね。そうそう、知らない方も多い。そう、うん、まあ私たちも 3.11 前は、なんか世の中のことも原発のことも社会のことも全然知らなかったんですけど、うん、でなんでまあこんなことやろうかなとか思ったんですけど、はいはい、でもまあその時は私去年ね、うん、考えまして、うん、考えた、そうそう、こうね、健康には、はい、なんだっけ、ファーストフードとかばっかり食べてたらダメでしょ。そうよね、バランスのいい食事をしたり、うん、運動したりしないといけないでしょ。そうね、で食べてるもので細胞作るからね。もうそんな話してるからやめとけよ。分かった、黙っとけ。アイドルだけでいいから。分かった、はい、頑張って、まこちゃん、はい、まこちゃん大好き、知っています。落ち着いてください、はい、はい、なので自分の健康にそういうね、バランスいい食事とか、はい、運動が必要なように、うん、社会のことを考えたり、はい、虐げられたり人たちのことを考えることが、うん、自分の人生にすっごい必要なんだなって気づいて、そうね、そうだから好きな音楽聴いたり、うん、美味しいもの食べたり、はい、楽しいことをしたりするのと、うん、同じぐらいの勢いで、はい、ちょっとこれから社会のことを考えていこうと思ったんですよね。そうね、全部一緒だよね、うん、ここ盛り上げなかった。そうよね、まこちゃん、そう、うん、と思います。でなんか今日まあね、去年は私たちこう原発事故の話から、はい、いろいろ福島のこととか自主避難されてる人のことを取材に行ったり会見に行ったりしたんですけど、そうね、なんか脱原発より、はい、脱被爆の方が先なんじゃないかと、あ、なるほどね、いろいろ思ってたりもしたんですけど、うんうん、でもまあ全部必要だなと思って、うん、いろんなことがね、これって決めるんじゃなくてね、そう、できる人ができることをやっていったらいいんだと思います。そうよね、だって僕お家でご飯作るの僕やして、あ、それは僕できることやってるもんね。ここで拍手で
みんな甘すぎますよ。絶対甘やかされてるわ。嬉しい。まあまあいいでしょう。まあいいです。ここだけやで。はい。せやと思うよ。そうそうそう。でまあその、はい、最近いろんなお医者さんにいろんな話を聞くんですけれども、はい、そういえば今月号の Days Japan という雑誌で広川隆一さんが編集長なんですけど、はい、あの福島県と、うん、あと千葉とか、はい、茨城とかあの東京の東側の汚染地域のお医者さんにブワーッとアンケートを送ったでしょ。そうそう、1000件以上よね。そう、うん、もうあの総当たり1000ぐらいアンケートを送って、はい、ちょっとしか返ってこなかったんですけど、うん、もうびっくりするぐらい分かりやすくてね。福島県内のお医者さんはアンケートに何事もないです、何にもないですって返してよこしたんですよ、はい、でもちょっとあの異常が出てきて心配だって書いてくださったお医者さんはどうですか、千葉とか茨城とか東京の東側とか福島県外のお医者さんだったんですね。でまあ私もう去年から福島県内の取材すごく行ってるんで、はい、そのアンケートを返してくださったお医者さんがどういうタイプのお医者さんか、だいたいわかるものね。そう、どういう講演をしてるお医者さんか、うん、どこの病院とかねわかるんで、うん、なんかあの安全側の広報のお医者さんだけ、はい、もうあの張り切ってアンケート用紙1枚しか送ってないのにコピーして返してきたんでしょ。仲間のお医者さんに、ね、書いてもらってびっくりした、うん、まあだから、まあ、そんなにこう記事としては使えなかったんですけど、はい、でも、まあ、傾向が見えたよね。傾向が見えた、うん、すんごいよくわかった、面白かった。そう、ね、でまあそのデイズジャパンの記事には、はいはい、千葉とか、はい、東京の東側とかの、うん、ちょっとなんかすごいいろいろ子供たちの健康が心配だっていうお医者さんのことを書いたんですけど、うん、あのね、ちょうど今出てる子ね、ちょうど今出てる子、うん、はい、皮膚疾患が多かったりとか、うん、腎臓の方に血尿が多かったりとか、うん、心臓疾患が多かったりとか、うん、結構なんかいろいろ遠くのお医者さん同士がおっしゃってるんですね、はい、別にこのお医者さん友達いなくてもね、うんうん、だからまあまあどうなるか分かりませんけど、はい、いろいろ心配なことは多いですよね。そうそう、だからあの知らなかったってならないようにね。そう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 、いろいろね、今できるだけのことをできる限りやっていきましょうと思って、はい、やっていきましょう、はい、動いています。はい、できることをできる限りね、うん、大丈夫、大丈夫よ。 OKOKOK、 はい、すいません。じゃあなんか、はい、最後に1曲歌いますか。あ、歌ってください。それではもっと話しますか。あ、もうちょっと話してよ。まだ話してた、話して、まだ話すことあるやったら話して。質疑応答しますか。そんなもんいいですよね。いいよ、すごい、なんか質問があったら、ね、双方向でね、はい、思えて、はい、練習とかも思い切って学びましょうか。質疑師匠のことあまり知らないんですけど、はい、はい、みんな困ってるわ。はい、大丈夫ですか。質疑応答とか何、針金のリクエストも受け付けますよ。今日1個だけでありますからね、はい。あ、なんかいいのかしら。いいですか。案外なんですよ。なんかお手伝いしてくださいよ。そうですよ、はい、案外みんなあの押し付けていらんみたいな雰囲気になってます。あ、なんか作ろうか。なんかいいの、なんか作ろうか。あ、なんかちびっこ作ろうか。いい、ごめん、ちびっこ愛想笑いもしてくれない。ごめんね、ごめんごめん、びっくりしたね。ごめんごめんな、まあ、一番前に座った自己責任と思ってください。え、なんか作るの。僕作っとくわ。え、何作るの。まあ今、まあ、手を止めるな。時間が持ってんねえよね。それはええわ、それはええわ、それ分かったわ、それ絶対時間かかるから、もうやめとけ。もうやめとけ。こっち、こっち、こっち、漫才師のおしどりまこ&けんさんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。さあ、面白いステージの後は素敵なステージがやってまいります。おしどりまこ&けんさんに続いてはおかん同人さんの登場です。張り切ってどうぞ。
じゃあこのマイクで、はじめましての人も いますけど、何回かお目にかかっている方もいます。今日は再稼働反対ということで、出かけるちょっと前まで動かすな武士という歌を作ってました、で作りたてなのでまだ歌詞も覚えてないんですけど、ちょっと見ながら歌わせていただきますのでよろしくお願いします。適当に皆さん合いの手とか、入れてください。
ジェームス・ブラウンもどな様も亡くなってもお感動人がいる。もう一度お感動人に大きな拍手。イエーイ。いやー、おしどり夫婦の後にはおかんが登場しましたが、続いてのスピーチは、ツイッターデモの平野さんによるスピーチです。平野さん、いらっしゃいますでしょうか。申し訳ございません、ツイッターデモの平野さんではありませんでした。平野大輔さんによるスピーチです。平野さん、おられますでしょうか。それじゃあよろしくお願いいたします。皆さん、はじめまして。マムズ&チルドレンレスキュー福島といいまして、福島の妊婦さん乳幼児の避難を求める署名を、去年の4月からずっと集めてます。大ちゃん、えらい頑張って。大ちゃん、えらいよ。それで、今までで2万筆集まったものを、4月の12日に福島に届けに行ったり、去年の8月に細野さんに会って署名提出したりしてます。それで4月13日に、内閣府の園田政務官とかに会って署名を提出してます、しました。反原発とか重要だと思うんですけども、もう一つ福島の子どもっていうのも絶対忘れてはならないなと思ってまして、子どもを守るために声を上げていかなきゃダメだなと思ってます。それで今まで2万筆集まったんですけど、ちょっと数が足りないなと思ってまして、911までに、100万筆集めたいと思ってます。それで、100万筆集まらなければやめようと思ってます。それで今まで1年間で、2人でやってきたんですけども、2人でやったらもう2万筆っていうのがはっきり分かりました。それでぜひ皆さんにお願いしたいのは、ぜひ力を貸してほしいんですね。でみんなの力で声、みんなで声を上げて守っていかなければ解決できないと思ってます。それでぜひさっき横川さんもおっしゃってましたけども、ツイッターとかネットだけで拡散するのはちょっと限界があるなと思いまして、直筆署名にこだわって、みんながこういろんな人に話すことによって声を上げていかなきゃ解決できないなと思ってます。皆さんぜひ協力してもらえないでしょうか。よろしくお願いします。マムズ&チルドレンレスキュー福島といいまして、今日も署名用紙持ってきてます。そこら辺にいるんでぜひ声をかけてください。皆さんの力で子供を守りましょう。よろしくお願いします。平野さん、どうもありがとうございました。皆さん、署名のご協力、あと署名の情報の拡散のご協力よろしくお願いします。すいません、ちょっとまた私が出てくると寒波のお願いみたいな感じになってしまいますが、今寒波隊の、結構ちょっと恥ずかしがり屋の方が多いみたいな、あんまりこうアプローチしていかないと思うんですけども、ピンクの袋を持った人たちがちょっと回りますので、ぜひご協力よろしくお願いいたします。次回7月7日もデモを企画してます。で、毎回なるべく赤字にならないように頑張ってますので、よろしくお願いいたします。ご協力お願いします。寒波隊の方たち、どこにいらっしゃいますか。ちょっと頑張ってお願いします。ご協力お願いします。もう入れてくださって。納入くもはずミサオレッドウルフさんでした。続いては続いてはライブステージを行いたいと思います。まず、ピンクの袋を持って、カンパを、回っております。ぜひご協力をお願いいただきたいと思います。カンパの方よろしくお願いいたします。ピンクの袋に納入クモアハーツと、記されておりますので、そちらの方にカンパの方よろしく。こちらのピエロの方もカンパの方に回りますので、どんどん
看板の方していただけたらと思います。ご協力の方よろしくお願いいたします。それではこれからライブの方を行いたいと思います。タワドゥドゥンビアさんです。どうぞ。ありがとう。 Thank you。私、まあ、外国の方ですけど、まあ、言わなくて分かるんですけど、単純に日本という国は原発がなかったら動けないと思ってました。だけど最近なんか全部止まってる。だけど日本はまだまだ完璧に動いている。まあこのまま頑張っていたらいいんじゃないのかなという単調な考え方ですね。今日そのためね、アフリカからの弦楽器の音を聞きながら、休みながら、ね、いろんなことを想像しながら、楽しんでください。ありがとう。
ありがとうございます。